こんにちは。どうも、僕監督と申します。本日もウイニングイレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今回ですけれどもね、ワントップで使うロナウドが強いというね話を聞きましたので、今日はね、僕の、ワントップ唯一持ってる、唯一じゃないか、もう一人ね持ってるんですけれども、その監督はねコンピューター専用の監督ですね。ルエブを使ってね、ロナウドをねこのワントップの位置でね、使っていきたいなと思います。はい、ただね、こう見ての通りね、コンディションがね、今週はスアレスが A ということでね、果たしてロナウドフル出場させられるのかなという、心配あるんですけれども、まだワントップで試したことないというか、このワントップの布陣自体ね、コンピューター戦以外で使うの初めてなんでね、ちょっとねやってみたい。初めてじゃないか、最初どう使ったかな、ちょっと覚えてないですけれどもね。さあ、それではね、ロナウド使ってワントップでやっていきたいと思います。それでは対戦相手の方が決まりましたのでやっていきたいと思います。まずは相手のレートの方を、確認しておきましょう。732ということで、非常に近いレートの方と、対戦になります。さあ、どうだ。おっしゃ、ロナウド調子いいぞ。これは初めてこれめっちゃいいですね。マノラスの、調子の悪いのはちょっと目を、どうしようかな、これ目を塞いでおこうと言った手前、カルバハルか、どうしようかな。ここをこうして、いやー、マノラスか、ヒメネス使った方がいいような気もするけどな。相手だってスアレス、メッシ、ロナウドやんか、前線。こうしようか。ちょっとね、カルバハルも使いたいということで、あれも欲しい、これも欲しいとか、そんなんね、ちょっと厳しい。インシーニアも調子いいんか。いや、アセンシオは今日は使わないとして、一応途中交代はこの辺かな。ポグバ、インシーニア。スアレスはちょっと使いにくいかだから。ロナウドワントップの方、ワントップ、これ何もついてないですね。カウンターターゲットつけておきましょう。で、オフェンス、ミスウィング、ワイドポジション、何がいいかな。ティキタカ、ティキタカとりあえずつけようかな。ちょっとね、ティキタカ使わないとうまくいかないんですよね、最近。中央に人が欲しいから、偽サイドバック。ね、これつけときます。数的優位。はい、これでやっていきましょうか。相手は3バックか。サイドからちょっとバシッと攻めたいですね。はい、ということで、試合の方やっていきたいと思います。皆さんこんばんは。はい、こんばんは。それではやっていきたいと思います。ウアレッドダイヤモンド VS ポカのゲームチャンネル、埼玉スタジアム2002か、2002っていうのかな、これ。はい、ということでやっていきましょう。いいスタジアムですね、埼玉スタジアム。さあ、北澤さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは。よっしゃ、ケビン・デブライン、おい、抜かれたぞ。すでに始まっております。怖いな、これな。まずい、まずいな。おっと、取って、よしよしよし。ドルトムントこのシーズン終盤の残り3試合で残留に。ディバラ、ナイス。さあ、ロナウドワントップ。これちょっと使えるのかな、果たして。ちょっと、おい、ごめん。ちょっとね、見られとったな、完全にな。クリスティアーノ・ロナウド、クリス・スワーレス。これそう、取れた。ミスったというか、勝手に当たって。はい、結構週末の試合、大体見ましたね。マンチェスターダービーからマドリードダービーまで。それはちょっとあれかな。でバルセロナの試合も見ました、見事なフリーキックもまた見ましたね。ちょっとなんか置いてかれたぞ、これ。あかん、やばい、うわ、マジか。あぶね完全に抜かれたもんだ。なんかうまいこと言ってなかったですね、今。なんやろ、普通に抜かれた。やばい、なんかでかいって、相手。よいしょ。ちょっとコーナー怖いか。おっと危ねえな。よっしゃ、ナイス。いいよ。さあ。OK、ナイス。とりあえず打ってみよう。ダメか。さすがにここからはちょっと難しい。とりあえずもね、ファーストシュート打ってきました。積極性見せられたかなと。今日はロナウド絶対ゴール決めるぞということで頑張っていきます。危ないな。おいしょ。待って、危ないわ、それ。ちょっと待って、危ないって、ちょっと待って、危ねえ。マジで危なかった、今のは。いや、さすがにね、あの3人衆はちょっと怖いな。結局、上げたからコーナーにしたらまずいんだって。いや、待って、やめて。おー、ナイス。よし、カウンターと行こうぜ。本当によく触りましたね。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。裏は決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。なんだそれ。
完全に後手後手に回ってます。うちのチームまずいですね。ボール入りましたよ。ゼロシオッケー、よし。まずいな、これまずい展開やわ。ただね、シュートにしっかりいけたからね、最初のシュートがね。オッケー、ワントップいいかな。どうやろ。警戒しなくてはなりませんね。そうですね。オフザボールの動きはたくさんあるので。オッケー、いいよ。サネさんかこれ。ダメか。おっと、取れ、取れ、取れ。あっけ、取れんかった。いやまずい、まずいな。前入られたメッシに。あが、強い。強いメッシ。いやどうしようね。これあれか、ゴールパフォーマンス披露されてんのか。この機能いらんな、ほんまに。ウィーで、いやもうライサクは今のゴールパフォーマンスなくしてくれんかな。マジでいらへんわ。ただの煽り行為みたいになってるやん。よしよ、怒ったぞ。よいしょ、ナイス。ちょっとロナウドに決めさせてあげたかったけどな。まあ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 、これからこれから。なんか雨降ってきたね。え、雨降ってるよこれ完全に。なんでやねん。危ない。いや、ちょっとだいぶ、デブライネに負けた。まさかの、まさかのデブライネ。おっしゃ、カウンター、カウンター。 OK、 いいよ。よし、ロナウドからサネ。ロナウド来てや、来てや、行くよ、行くよ。あ、うん、出さない。難しいね、ラクティッチ。ね、うちもね、ごめん、ちょっとだけ、ちょっとだけ、これ、これね、攻撃参加しましょう。フォアティングね。あとは特にいいかな。この人だけね、攻撃参加させましょう。上がってくるか。どこや、どこや。遠いな、フォアティング。はい、上がってこい。早く早く。あ、来た来た来た。オッケー。で、ロナウドかい。え？ファール？なんかファールっぽいことあったっけ今。嘘やん。何がファールや。確かに腕が腹にめり込んどったような気するけど。あかんか。あかんぞこれ。いや、なんでスライディングして今。あった、まずい。まずいまずい。おい。よっしゃ。怖いな。おい。いやー。よし、とりあえずここはね、うまいこと言ったか。ディバラ、ガルバハル、一回ロナウドに当てよう。ディバラ、クリスティアーノ・ロナウドからディバラ。ディバラね、来週もね、おそらく絶好、ちょーん、惜しいな。絶好調になるんでね。ただね、まあ、PK による2ゴールですけどね。2ゴールじゃ、ハットトリックですけどね。サイドへ。OK。もう一つ前に行きたい。スルーパス。あー、ごめん、オフサイドになるわ、それ。危ない。おお、変なボールになったな。カウンターを仕掛けます。ルイス・スワレスからクリスティアノ・ロナウド。ちょっと戻るわ。クリスティアノ・ロナウドからルイス・スワレス。よし、ナイス。さあ、こっから。いた、いた、いた、いた。ちょっと待て、油断した、油断した。カンテ、カンテではちょっと攻めにくいかな。ひょっとして。クリスティアノ・ロナウド、一回こうするわ。よし、浦和は先ほどから比較的しっかり繋いでいこう。ここはな、パス回しが目立ちますね。そうですね、常にトライアングルを意識してボールの受け渡しをしてますね。どうする、サイド、カルバール、このみんなです。ちょっと攻める、こと攻める。いいよ、ナイス。ボール回しますよね。よっしゃ、行くぞ。ロナウド、と見せかけてサネか。うわ、ちょっと目の前にボールあったのに。またか。おいしょ。ルーズになる。ラクティッチから左サイド。よっしゃ、いいぞ。ちょっと失敗かこれ。一回入れよう。オッケー、ナイス。おっしゃ、久々や。これ何試合ぶりぐらいのゴールやんっていうぐらいのなのね。まあ、やはり強いな。ワン、ワントップの方が強いかもしれないですね。なんでツートップじゃあかんねんよ。でもそんなことないか、やっぱり実際スリートップのね。あとはね、あの監督も少し試したんですけどね、ペケルマン。なんか僕、ペケルマンうまいことね、使えないみたいで、ね、全然グダグダやったんですよね。はい、ということで、まあ、とりあえず、ね、前半終了2対1リードしたまま後半に向かいます。後半もね、後半もゴール決めたいですね。さあ、やっていきましょう。はい、それでは後半戦のやっていきたいと思います。まあ、今気がついてんけど、よくよく考えてみればワントップのロナウドが強いんじゃなくて絶好調のロナウドが強いかもしれないですね。確かに。まあ、ロナウドね、来週の絶好調になる可能性非常に高いですからね。さあ、ボールメイルへ。 OK、見せた。
ディバラ中に合わせてくるか。ちょっと行ってみよう。クロス。いけるか。ロナウド押し込め。家庭のボール。ルカク。オッケーオッケー。ちょっと攻撃遅れたねこれ相手。オッケー。よし。ナイスや。サイドへ。ロナウド並走して。よしいいよ。これをこれを。ナイス。ちょっとダメか。はい。これロナウドのファウルなんねんな、なぜか不思議。はい、まあとりあえずね、まあまあいい感じで攻めれてんのかな。あ、前線からちょっと守備的なコースを切るぐらいはしような。ちょっとスタミナでももったいないから、この辺でもボランチが上がったらあんまり良くないんちゃうかなというところやけど。ルカクか。おい、やっぱ雨やから滑るのか。うすうす冠水取ってんけど、雨の日ってすごい滑る。おい、ちょっとジョルであれば。おい、ナイス、強い。でもこんなとこまで探してあげてしまったところ。さあサイドへ。しっかりサネさん、リバラ。オッケー、ナイス。いいよ、テロシ。いいよそれ。ナイスナイス。ちょっとロナウド、あ、ちょっと無理か。いやー、そうくるね。はい、ボランチじゃない。あ、ちょ、待って待って。おいおい。やばいやばい。ボランチ使ってんのか。あ、そうやな。ボランチ使ってんの。あっと強い。危ね。やめてや。角度ないからな。自分で切り込みシュートに持ち込んだんですが、決まりませんでした。やばいな。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。そうですね。いやー、ちょっと変えるとこないな。ポグバぐらい言うとったけど、ポグバもな、まだいいかな。どうしよう。ポグバ変えとくか。来週、ポグバ絶好調でしょ。この辺、セルジー・ロベルト、もうちょっと微妙ですね。セルジー・ロベルトは微妙。誰やったかなと。バルスクの選手ね、結構なんか評価点みたいなの乗っとったから、ひょっとしたらまあその通りぐらいになるのかな、みたいな。誰が良かったかな。ジョルディ・アルバはなんかもう一つやったみたいですけれども、まあ当然ね、メッシは A になってくるでしょうね。スワレスもなんか微妙やったみたいですね。OK よ。コース開いた。うわぁ、ちょっとミスった。それ行ってあかんかったな、中にまた。ワン、おっと、ナイスディバラ。OK、カルバル。いいよ。よいしょ。OK、ナイス。あかん。マジか。惜しかった。よいしょ。来た、シュート。うわ、ちょっともったいない、今の。もったいね。いや、ちょっと、今のはさすがにな。もう一回ちょっと立て直してっていうか、もう一回やり直してもよかった。組み立て直してもな。OK、あ、取れなかった。取れへん、やばい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 な、それ。取れ、あかん、ちょっと、射抜かれた。いやー、ちょっともったいねえな。いや、なんでこうなってしまったよ。ちょっとロナウドのね、スタミナもないところも気にかかるところなんですけどね、今スタミナがちょっとやばいです。ちょっとね、調子乗って走らすぎた。ワンストップスタミナ使うかな。今みたいなディフェンスラインでの駆け引きは非常に見応えありますよね。そうですね。ちょっと出してみよう。OK、ナイスナイスナイス。ちょっとそのまま打った。あ、入った。ちょっとね、だいぶね、体崩れてましたけどね、体勢が。ちょっとやっちゃったと思ったけど、うまく入りました。よかったです。はい、行きましょう。ベイルあたりも調子よくなりそうやな。サネも調子よくなりそうですね。こうなると結構調子よくなる選手多いんかな。オッケー、カルバルナイス。おい、大丈夫。カウンテ強い。よっしゃ、でも迷うにした。さすがにこっけね、みんな調子よかったらね、やりやすいですよね。よし、頼むよ。ダメか。ベイル、いける、ベイル。抜かれた。やばい。ディバラではないな、ここはな。OK。よし。いや、もう一回組み立て直そう。ハットトリックしたい。ロナウド、ハットトリックしたい。ハットトリックしたいな。絶好調やもんな、今日。珍しく。来週は結構絶好調になる週、日が多くなるんかな。だから、やっぱこいつ調子いいな、サネ。取った。OK、ナイス。いいよ。ちょっと当てましたかね。え、誰も言ってない。こんなことって。時間ありますから、わかりませんよね。もう一回。どうする？サイド。
裏のスペースへ。うわ、まず2人で置いてかれてからの危ない、ちょっと危ない、めっちゃやばい。待て待て待て、よし、ロナウド、ここはねしっかりヘッド勝ってもらえない。カルド、クリバリか、今の出ろ、出ないか、俺のうまいこと、よいしょ、よしよ、いや強いな、クリバリ、カウンターを狙うしかないでしょうね。オッケー、うそやん、ちょっと待て、あっちょ、強っ、強すぎる。さあボールを追う、よしよしよし、よいしょ、クリスティアマジでちょっとそれまずい、うわ入った、同点か。いやー、こんだけ調子よくてみんな18分、もう1点いこう。ていうか選手変えたらいいな、変えといたらよかった。っていうかディバラ、いやでもね、ディバラは変えにくいから、まあ、あサネさん変えよう、シーでここもできるんでしょ確か。でロナウドな、最後のために置いとくか一応ね。サネさん変えたいけどな、最後までこんだけ絶好調使えるのってなかなか珍しいからな。オッケーよ、最後ね、オッケー、抜けてくる、ナイス、いけよ、やっぱりそれはちょっとダメか。なんでも危ない、自分で行く、いけるか、インシュゲ、インシュゲ、ダメだ、ちょっとくっ、まだいける、おおい、つなげれば、これはチャンスだ、前開きましたよ、危ないよ危ないよ、ごめんミスった、ダメだ、いやー引き分けてもらった。やっぱね前線絶好調多かったからね、まあ、前線だけに限らずね、全体的にね絶好調の選手多かったんでね、今日はちょっとね勝ちたかったな、さすがに。まあまあでもまあね、絶好調多すぎてね、検証にならなかったですね。果たして、まあ、ワントップにしたおかげかわからないですけど、まあ、ロナウド2ゴールということでね、まあまあ、次もね、またね、ちょっとロナウドワントップとかでね、ちょっと使ってみたいなと思います。特に悪くはなかったですね、ワントップにして。特に、まあ、攻撃が停滞したわけでもなくといった感じですね。はい、解説はまあ来週の、まあ、ライブアップデートの話をしましょうか。結構ミラーのミラーもあれやから、どんなルーマとかもね、まあ、普通調子は悪くはな、まあ、今週悪かったですからね、どんなルーマ、うちのね唯一のゴールキーパーなんですけどね、チェルシー勢がちょっと危ないかなという感じですけど、結構ね、しかもチェルシーってビッグフォーやったっけ、あれもうちょっと危うい状況みたいな感じでね。まあ、あとは CL チャンピオンズリーグの、まあ、あの、準々決勝がね、まあ、あの、また、どっちからやったかな。今度は、後ろの方からですね、ローマとバルセロナ、そして、シティと、どこやったっけ、リバプールか。この二つが、火曜日の晩、今日かあれ。今日やな。今日の晩です。はい。で、明日の晩が、マドリーと、まあ、正直ね、どっちも3戦がね、4戦のうち3戦が、まあ、あの前半戦とか、ファーストレグでね、まあ、3点差以上ついてるんで、まあ、一応注目はバイエルンとセリージャですね、この2チームの対戦がね、まあ、どっちが上がるのかとってところですけれどもね、まあ、あのセミファイナルのガチャとかも、まあ、それでね、楽しみになってきますしね、はい。まあちょっと意外だったのがやっぱりリバプールの方ですね、まあ、3点差つくとはちょっと思ってなかったんでね、これ惜しいな、サネさん、これが入っていればといったところですよね。うん、まあ正直ね、もう前半終了時点、マンチェスターユナイテッドと、まあ、シティとのねマンチェスターダービーなんですけど、まあ、2対0ついとったんで、僕見た時はもう2対0ついとったんで、あ、まあ、今期というか、まあ、今週でシティ優勝かと、まあこの道ね、だいぶね、まあ、得して、勝ち点離れてるんでね、まあ、優勝は間違いないとは思うんですけれどもね、やはりマンチェスターダービーでね、優勝されるっていうのは、やっぱりちょっとユナイテッドファンからしたらね、だいぶ屈辱でしょうしね、まあ、ちょうどというか、まあ、追いついてね、非常に良かったんじゃないかなと、ユナイテッドね、まあ、前半はもう完全にシティの前半やったみたいでね、うん、ただもうね、後半はずっとユナイテッドペースみたいな形でね、全然変わってましたね。
はい、ということで、3対3今日はね引き分けました。まあ、ワントップロナウド使ってみたんですけれども、まあまあまずまずの出来やったかなと。はい、まあ、2得点決めれたの久しぶりなんでね、ロナウドでね2点決めれたっていうのはなかなか、そしてレベルが上がらんの。はい、ということで、レートの方までいきたいと思います。はい、まあ1位上がりましたね、723。まあこの辺のレートねずっと聞きしてますがね、早くとりあえず700後半行きたいなと思います。はい、ということで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。